アイデポファンス、カミアンパン、ダンキタアカンマイポシングアパー。1番、お寿司の写真ですね、これは。お寿司を、アムパムがお寿司を握ってる写真なんですけども、これを投稿した理由は、ちょうど東京という楽曲がリリースされたんですけども、この楽曲はオランダの、寿司レコーズというレーベルから、リリースされた楽曲です。ですので、まあ、寿司ということもあって、まあ、アムパムが新しいお寿司をドロップアウトするよと、リリースするよということで、この写真を投稿しました。2番目、アムパムが2人でベッドにいて間にチンパンジーがいる写真ですね。投稿した理由は特にないです。アムパムのインスタグラム見てもらうと、まあ不思議な写真がいっぱいあると思うんですけど、まあそうですね、僕たちの世界観を皆さんなりに解釈してほしいなと思います。3番目、アムパムといろいろな動物たちが階段で一斉に並んで写真を撮っているところですね。投稿した理由はこれも特にないんですけど、僕たちの独特な世界観を皆さんなりに解釈してほしいなと思います。最後、僕たちが日本の伝統的な、衣装である、袴を着て、2人が並んでる写真なんですけども、ここはですね、写真の中にハッシュタグストップアジアンヘイトと入れてます。まあ今もそうなんですけども、やはりその人種差別っていうのは、まあ、なかなかなくならない問題で、まあ、特に、この時には、まあ、アジア人の差別というところが、まあ、フォーカスされた時期だったので、まあ僕たちもアジア人の一人として、この写真を投稿しました。まあやっぱりこれまでの人種差別って、まあ、どうしてもその白人とか黒人ばかりの、まあ話題が多くて、アジア人っていつもその外側にいる存在だなと、まあ、非常にこう憤りを感じていたんですけども、まあアジア人の差別というのはとても良くないことなんですが、まあ、こうした運動が起こったことで、そのアジアの、まあ、人種差別にフォーカスが当たることは、まあ、一つの側面としてはいいことだなと思ったので、まあ、僕たちもそれに賛同するという意思を込めてこの写真を投稿しました。 Thank you for watching. I hope you guys enjoy it. Don't forget to check Japanese Station for the latest Japanese news. Bye bye! Bye bye!